8回の攻撃が始まる前にホールドゲームになりました。そしてこれは今日のハイライトシーン、第3試合の4回でした。均衡が敗れました。あの4番バッターのスクイズ云々みたいな話で点の取り方、勢いのつく点の取り方という前田さんの方のお話が出ましたが、あれで2点は取りました。鹿児島商工が守りでも非常にキャプテンを中心にいい固い守りをしてましたよね。そうですね、あの動きそのものは非常に良かったですね、鹿児島商工の内容ですね。そうですね、そして4番の中井の2点タイムリーの後、今度は7回でした、この福崎のランニングホームラン、これが大会の17号のホームランになりました。そして雨が激しくなってきました。結局雨の中断は2度ありました。2度目の中断で結局試合は再開されませんでした。アンパイアが出てきまして、ゴールドゲーム。お客様にお知らせいたします。これで3対0、鹿児島商工が堀越を破りまして3回戦進出を決めました。